あの音楽プレイヤーは全部プロレスラーの入場曲だった。あのメロディーだけ歌詞がない。あ、いやメロディーあるのあった。光の重心だった。あと風になればそうだ。風になれだ。そう最高だな、本当。はい、はい、阿部選手盛り上がってるね。盛り上がってるね。チャンネルアラー。プロレスの技だったり用語、用語、はいはい、そのラリアットなのに、あ、海外だとクローズライン、そうそうそう、とかっていう、そのなんかマニアックなその用語マニアックなのかな。いや俺知らなかった。なんかクローズラインって言ってる人もいれば、ラリアットって言ってる人もいるしみたいな用語、うん、まあ最初言ったラリアットは海外だとクローズラインっていうし、うトップロープとセカンドロープからこう上下にダイブするトペスイシー、トペスイシーだ、はい、トペスイシーだ、うん、これまあスペイン語、あ、メキシコのトペスイシーダ、そういうことなんだ。あれはでスイシーダって確か調べたら自殺とかっていう意味で、海外だとこれスーサイドダイブ。なるほどなるほど。プロレスの技で場外にこう、うん、飛び降りるあの、うん、プランチャー、あれとかスペイン語で、プロレスってメキシコからの流れがあるから、時々やっぱりプランチャーとか、うんうんうん、それも全部スペイン語だし、うん、制御不能って意味だからね。あ、そうかそうかそうか。内藤選手が言うじゃないですか、最初に。あれだね、それだってやつだけな、あれは。あ、そう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 、こんばんは、こんばんは、こんばんは、ですね、こんばんは、こんばんは、皆さんみたいな感じで、あーって言ってんですね。だからそういうのをなんか調べていくとすっごい面白く、面白いね。だからあの今ノアにいる大原はじめさんの必殺技のムイビエン、はいはい、でムイビエンって調べたらとてもいいっていう。とてもいい。可愛らしくなっちゃう。とてもいい。めちゃめちゃ面白いじゃないですか。逆さを抑え込み、これはバックスライド、背中をこう滑らせるから。あ、そうなんだ。あと首型ね、あれはスモールパッケージホール。おお、そう、そうですね、スモールパッケージホールって言いますよね。あとエルボーだ。エルボーも海外だとフォアアームって言うし。あ、そうなんだ。多分この曲げた腕が4に見えるとか、多分そういうあれなんじゃないのかな。あ、そういうことなんだ。フォアアームって言うんだ。フォアアーム、4の。あと、喉輪落とし、うん、海外だとチョークスラム。そっかそっか。アメチンでちょっとなんか必殺技、ちょっと技作って名前作ってくださいよ。作る。アメチンのなんかオリジナル技みたいな。それって結構流行るとみんなこういろんなバリエーションが発生していくから、それもプロレスの面白さっていうか、自分的には。なるほどなるほど。武藤さんのシャイニングウィザードみんな使うし、でいろんなバリエーション。確かに。WWE のイギリスかなんかに、うん、言って、あの里村芽衣子さん、はいはいはい、あの人があのスコーピオンライジングっていうあのシャイニングウィザード式のかかと落としやったりとか。ああ、そうそうそう、派生してるわ、ね、神声だってみんな使ってるし。そうだ、なんか噂によると神声のなんか、ああ、それは思い出に思い出の話か。じゃあすいません、じゃあ次 の, あの思い出の話で話すんで、ちょっと今回はね、じゃあプロレス用語は、はい、はい、じゃあいろいろ学びましたか皆さん。ちょっといろいろ使ってみてください。はいはいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。プロレスは止まらないね、話すと。止まらないよ。止まらないね。最高だよ。